ジョーダン・パトリック・パチェコは、アメリカ合衆国、ニューメキシコ州アルバカーキ出身のプロ野球選手。ウトウミギウ現在は FA。コロラドロッキーズ時代2007年の MLB ドラフト9巡目で、コロラドロッキーズから指名され、プロ入り。当初は、内野手としてプレーしたが、プロ2年目の2008年から保守に転向した。2011年9月6日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で、 メジャーデビューを果たした。昇格後は再び内野手に戻り、3番手星も兼ねる、ユーティリティ的な位置づけになった。2012年は3類手として82試合、1類手として43試合、保守として5試合に出場。最終戦で4打席に立って505打席とし、規定打席をクリア。打率309はリーグ5位に入った。 2014年3月9日にロッキーズと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後は、ウィリン・ロザリオのバックアップとして22試合に出場し、打率236だったが、6月4日にディーフとなった。2014年6月12日にウェーバー工事を経て、ダイヤモンドバックスへ移籍した。移籍後は、代打として8試合に出場していたが、 6月25日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。オフの11月17日に FA となったが12月27日にマイナー契約で残留した。2015年は開幕ロースター入りして控え保守や右の代打として29試合に出場していたが6月6日に DF となった。11日に40人枠を外れる形で参加の トリプル A 級リノエーシズへ配属された。10月5日に FA となった。2016年1月15日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。4月3日にメジャー契約を結んで昇格した。6月21日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級ルイビルバッツへ配属され、 翌22日に自由契約となった。6月24日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、翌25日に参家のトリプル A 級グーインネットブレーブスへ配属された。オフの11月7日に FA となった。2017年5月26日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約した。 2018年1月8日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2019年はメキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約。6月21日にマイナー契約でシアトルマリナーズに移籍した。シーズン 5FA となった。ありがとうございます。